自信がなくなってきました。自信がなくなってきました。すごく遅いですよね、一本橋なんて。私は下手じゃない。倒さない倒さない私は上手だ。倒さない倒さない倒さない。あ、撮ってる撮ってるの。え、恥ずかしいじゃないですか。おいこら、はははははは、はは。は一本橋を成功しなかった愛さん、自信のほどはどうですか？1点 ?100 点満点中1点今回この企画はボナージュ教習所ということを、でこのボナージュの試験がございます。まず一本橋、こちらですね、ハーレーダビッドソンという難易度の高さから8秒以上で渡るということでお願いいたします。もちろん教習所と同じように落ちたら一発アウトでございます。そしてこちらのスラロームですね、はい、アイロンがあるということを想定して走ってください。こちらはハーレーダビッドソンで走行するというハンデがありますので、8秒以内で走行してください。わかりましたか？8秒 ?10 秒じゃないの？みたいさんだって最初から落ちたくせに。じゃあコースの方説明していきたいと思います。まずぐるっと外周一周します。で最初に来るこちらのスラロームですね、はい、スラロームを8秒以内で取り過ぎてください。でスラロームが終わりましたらクランクですね。でまたぐるっと外側回って S 字入ります。 S 字が出たら今度こちらが内側からこう来て、はい、一本橋ですね、渡ってください。一本橋が終わったら向こうのエリアで8秒を回ってください、はい、それではコースの方スタートお願いいたします、はい、まず第一走者オナージュの愛選手でございます。頑張ってください。まあいい風に撮ってくれたもん。見ててごらん、私のそれではスタートです。さよなら。緊張。さあポンコツボナージュ愛真剣なんですから。はい、まずスラロームですね。うわあどうクランクですね。クランクは1足2足です。2足、はい、遅くでした僕の時はね。あ、ちょっとどうしました？いや2足って言うから今ずっと1足だったからちょっと待って。2足なんだ。2足です。本当2足あーと残念コースアウト、残念です。はい、しかも決められた道を走っていないというチャンネル登録。 S 字を見てくださいよ。 S 字は楽でしょ。 S 字はそうですね。はい、出たらこちら曲がってください。あ、危ない危ない、出そうですよ。で、どっちでしたっけ？で、左でぐるーっと回って。あ、左？はい、左です。ちょっとオーバーランですね。もうこの試験はアイさん落ちてます。どうして？ん？あのクランクでオーバーランしましたからね、コースアウトしましたから、もうこの試験は愛さん無効でございます。嘘。じゃあ一本橋ですね。どの道この一本橋で落ちるかな。どの道ってもうずれてるもんだってめっちゃ速いどの道試験は落ちてますからねおかしいな。はい、そんな感じで向こうのコースであとは8の字を2回回って帰ってくるというコースになっております。はい、第一走者のボナージュ愛、見事に失格でございますねよくそんなんでハーレーダビッドソン乗ってきたこの何この波型の
付けてこのコース走ってるのかって言いたいの。わあこれ怖い怖いよ怖いよ、止まっちゃったよ馬みたい最後に行けました。 何秒でしたか。ああ途中からね電池交換してたんですいませんね。嘘ということで無効でございます。せっかく今初めて渡れたのに。さあ初めての一本橋行きます。素晴らしい素晴らしい。今2回落ちそうになりました。あ慣れましたねだいぶ、うん、だいぶ今のだったら合格ですね、はい、ということで今回あのボナージュ教習所愛さんは失格でございましたけども。どうして。んまずクランクでダメでしたもんね。クランクでダメ、そして一本橋ダメ。一本橋も取れたよ、練習しといて、うん、2回目、うん、コメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。